はい、皆さんこんにちは。今回はバイオハザードリベレーションズ2のレイドモードやっていきたいと思います。最近ね、このレイドモード毎日デイリーミッションを毎日やってるんだよね。なのでデイリーミッションやっていきたいと思います。今日は誰だ、あ、オジーか。オジーは使ったことない気がするな。あ、やっぱりレベル1だ。あ、まあでも武器2個は持てるんか。いや、とりあえずショットガンとマシンガンで。ちょっと待ってよ、スキルは上げれんか。さあ、おじい頑張れ。キャラクター制限のあるデイリーミッションやっていきたいと思います。そう、このスイッチ版のバイオハザードリベレーションズ2はロードが長い、マジで。プレステ4版とかプレステ3版はロード短いけど、ビータとスイッチはもうクソったれっていうぐらい長かった。昔なんかプレステ4版とビータ版で比較動画とかも上げた記憶があるな。長いんだよね。まあ、我慢できんほどではないけど、まあ、なんとかスイッチ版もストーリーモードはクリアしたけどな。やっぱり投げ。惜しい。ビーム取るやん。おりゃ。嘘、まだ死んでない。さすがレベル1。ショットを狙っていずれやるかもしれない FPS とか TPS にも練習しとかんとな。こいつ動き遅い。走ってきた。つけとるからな、コール。これはあれだな、バイオハザード6の地下鉄ステージだな。こいつ早い。のな、下攻撃が強いな。おじいはナイフだけやからあんまり強くない。こいつ
だ半分ぐらいか。節約。節約。節約。こいつヘッドショットしても。頭を守っとるから効かないんだよな。げ、あいつがいる。Gのミッション終了。おら。ダンダン。ミッションコンプリート。4ぐらいまでは上がるかな。上がるな。う、上がらんかった。あとちょっと。惜しい。これハンクをメインで使ってて、他のキャラはもうデイリーのキャラ限定しか使ってないからな。確かまだ使ってないキャラがいたはずや。レジデントイビルネット、もちろん登録してます。ハンクだけはレベル53でめちゃめちゃ高い。しかもさっきちゃんと武器も新調したからな。レベル50以上の武器を。デイリーミッションゴー、レッツラゴー。エネミースキル、ポイゾナス。ポイゾナスっていうやつめちゃめちゃうざい。毒にさせられるし。さあ、今回はどのステージかな。前回は雪山みたいなステージで結構だるかったんだよな。雪山ステージはほぼ360度あるからな。まあ、敵が出てくるところは大体決まっとるはするけど。
か。これもバイオハザード6のクリスのステージや。クリスの序盤。結構体力高い。おりゃ、クソ、せっかくアサルトライフルついたのに。いた、回収。確かやはりな。かけるがして走ってくるやつ、走ってくるやつはな、そのまま感性で攻撃してくるからめちゃくちゃ嫌なんだよな。よっしゃ、おお、マグナムの弾かよ。やっぱ連射力が高いアサルトライフルがいいな。たまに連射力が遅いやつがあるからな。うお、頭か。ハンクの地上下攻撃がめちゃくちゃ強い。頼むから撒き散らさないでくれ。まだ半分ぐらいか。な、見えんよ。こいつめっちゃうざい。一撃必殺使ってくるし。何？こいつ一番嫌なんよ。早いやつは嫌だ。またマグナム、マグナムの弾。
やばい。やばい。あ、やっぱり取れた。ラッキー。で、1匹。あ、迷ったー。おりゃ。ミッションコンプリート。デイリーミッションめちゃめちゃ経験値もらえるからな。いやー、ありがたい、ありがたい。はい、ということで1日1回ほぼ毎日やってるっていうね、バイオハザードリベレーションズ2のデイリーミッション、レイドモードのデイリーミッションですね。はい、今日もいい感じにクリアすることができました。で、また近日中にね、気が向いたら、はい、デイリーミッションの動画上げていきたいと思います。よかったらコメントやフォローもよろしくお願いします。ありがとうございました。